突然ですが、だらっと書くと雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは水、飲みながらかな。朝倉未来選手の公開練習後の質疑応答が、来人公式からアップされました。包み隠さず答える朝倉未来選手ならではの面白さがありましたので、まずはそちらの話題から。まずは記者さんからの質問で。 現在、寝技の師匠でもある岩本健太選手やブレイブ勢との練習で一番変化を感じているところはと聞かれ、朝倉未来選手、決められにくさ、そもそもあんまりテイクダウン取られない自信もあるし、クレベル選手が下からの仕掛けが得意なのも分かっているので、対策はしっかりしていると。 さらに朝倉未来選手、打撃のキレ、スピードが上がっているが、今回はクレベル選手の打撃の癖があるので、それに対して合わせる技をたくさん用意しているので、その練習が多いですねと。 クレベル選手の KSW 時代の試合も見てますかと聞かれ過去の試合すべてを1000回くらい見てますねとさすが分析の鬼ですねそしてクレベル選手の強みと弱みはと聞かれ強みは気持ちの強さと綺麗な打撃ではないが急に前に出てくるところリーチの長さ弱みは結構あるけど言わないとそしたらですね記者の方がなるほど言わないの珍しいですねとそれに対して朝倉未来選手 無言みたいなねもう圧がすごいからそしてこれいい質問だと思ったのですが岩本選手とクレベル小池選手では 同じね柔術の達人ではありますがリーチの長さなど違ってくると思うのですがそこをねどうアジャストさせてますかとこれねいろんなと,あのところでいろんな人が言ってましたよね柔術家の岩崎正弘さんをね筆頭にしてでそれに対して朝倉未来選手クレベル小池選手対策で岩本選手を呼んでるわけではなく今後の自分の実力を上げるために呼んでいるだけだが。 クレベル選手の得意技から逃げる方法はすごい教わっているしそもそもテイクダウン取られる想定ではないと返しておられました。 そして私的問題部分なのですがクレベル・小池選手の打撃は荒いけど過去20何戦やってきて誰もやってこなかった方法で合わせますと朝倉未来選手ナヌって感じですねクレベル選手の試合を見てて思いつきスパーリングパートナーに試したら全員に入ったということみたいなんでこれはもう必殺技と捉えていいんじゃないでしょうか。 ただ、斎藤選手戦の前にも後に判明したのは膝蹴りだったのですが新しい技でバンバン倒しちゃっててと試合前には語っていましてですが本番では、ね、入らなかったパターンもありますし 平本蓮選手も萩原恭平選手戦の前に新しい決め技を開発したと、ね、言ってる時ありましたよね。これであいつの腕折るっすよと、えー、語ってた時もありましたので朝倉未来選手の方もも、ね、まだあまり浮かれすぎない方がいいのかもしれないですね。まあ、ただ朝倉未来選手いわくその必殺のカウンターは体力を、ね、削る目的ではなく慶 o 目的のものらしいです。なんですが理想の展開を聞かれ判定勝ちですと。 テイクダウンを一度も取らせずに打撃で優勢に進めるとおっしゃっておりました、えー。テイクダウンを一度も取らせずに。まあね、理想の展開ですので。そしてさっきのね、必殺技は相手が踏み込んできたときに入るかなというものだそうです。この発言は相手へのね、牽制にもなりますよね。踏み込んで生きづらくなるというね。 そして記者さんからの質問、山洲戦では序盤からガンガン攻め立てたが、今回はしないと聞かれて、これはですね、斎藤選手戦で負けてしまった理由に挙げていたスタイルチェンジした件についてですよね、それに対して、ですね圧力はかけるが、クレベル選手にはそれはしてはいけない相手だと思うのでと、そして、ですね当然、ベルトも巻きたいとおっしゃっておりました。そして、肘を使うかと聞かれて、肘を打つ予定はない。 強いパウンドを打ちつつも、引き込まれてもあまり付き合わない。 しかし、引き込まれても全然問題ないということで、まあ、引き込まれてもね、全然問題なかったら、えー、まあ引き込まれてもね、あまり付き合わないとはならないんですが、やっぱね、この辺は駆け引きもあるのでというところだと思います。まあ、結構というか、まあ、かなりね、ぶっちゃけて話してくれたと思うんですが、まあ、こではね、あの試合の内容の話はここで終わりなんですが、まあ、それとですね、ツイッターで投資をしたいとね、投稿してましたが、それはね、格闘技の話でもありますかというふうにまあ聞かれて、練習後のね、ケアとか、 栄養管理の、ね、人を雇ったりとかそういう意味だと思うんですが答えはですね、まあ、全然違うということで、えー、普通にね大多数の人が最初に思い描いていた方の投資ということでしたね。 そして正人さんとのことを朝倉未来選手に、ね、聞くというえ場面がいろんなところで見られるようになったと思うんですがここでもですね正人さんとのコラボで感化を受けたところを教えてくださいと聞かれましてこれね結構すごいなというふうふに思ったんですが K‐1 王者という肩書きが自分を助けてくれたという正人さんの発言に対しては自分はビジネスで生きていける才能を持っているんで共感はしなかったが世界王者という 結果を出した人の努力しないといけないって言葉には説得力があり、練習量を言われてからこの1ヶ月増やして格闘家として生きているとは実感しますねと。で、引退まではこういうふうに続けていくと思うと。なので、YouTube のね頻度も今ね少なくなってますが、ずっとこのままかなというふうにもおっしゃっておりました。あのね、まさとさんのね、 えー、前では少しね恐縮したような態度の朝倉未来選手でしたが言いたいことはねちゃんと言うっていうねその部分には私は共感しませんでしたよとやっぱね自分が一番にありきなんだなっていうところで、まあ、自分がね強いんだなというふうにねすごい感心しましたね。 で私が朝倉未来選手に最もね素晴らしいと思ったのがまあ、こっからなんですがこの公開練習は1 7ライブさんが必ずね最後締めるんですが正直ね質問してる方もね格闘技に詳しくない方が多くてですね朝倉海選手の時は。 だからこの朝倉未来選手の配信の前日、ですね滝沢健太選手を滝沢健太郎選手とね、えー、呼んじゃったりとかですね、まあ、質問の方も抽象的なふんわりしたものが多いので、まあ、答える選手の方も定型文が多いんでこっちもね期待してなかったんですよ、正直。 なんですがそこでね多くの子どもたちが今見てるので最後にそちらにねメッセージお願いしますというふうに朝倉未来選手が問われですねもちろんね子どもって側面もあるのかもしれませんが、まあ、ちゃんとねうーんっつって考えて今 YouTube とかいろんな動画が出回ってて。 コメントとか匿名でできて有名人と近くて挑戦してる側の人を笑う風習があると思うんですけど挑戦してる僕から言うと挑戦してる人を笑ってる人を僕は逆に笑ってるんで皆さんも自分で挑戦して笑うやつを笑う側に言ってほしいなとコメントしてねおられました。ちゃんとと考えて相手のためになること そこに自分のエネルギーちゃんと使って答えてて、まあ、かっこいいなというふうにね思いました、まあ、内容的にはね中島みゆきさんのファイトですよね「戦う君の歌を」 戦わないやつらが笑ううだろでですよねで朝倉未来選手ってちゃんとね信じてるんですよねいろんなことをそして基本真面目だから決めたらやるし自分も裏,裏切らないようにしてるのが、まあ、よく伝わってきますよね、まあ、これはね肝に銘じておかないと他人をね笑うだけで一生棒に振る可能性もありますからね私もね今は共感できますが昔はねそうじゃなかった時もねきっとあったと思いますので、まあ、これからの人生に、まあ、自戒も込めてということですね で、こういうことを言うとですね信者とアンチに振り分けてねものを考える人が少数、まあ少数で はあるとは思うんですがいると思うんですねでもそうじゃなくて誰が言ってもいいと思ったら自分に取り入れるとで自分がすごい応援してる好きな選手でもこれはちょっとね違うなと思ったら今度はねルックもう見て見ぬふりというかねスルーしましょうっていうね、えー、こういう考え方が一番いいんじゃないかなという風に私は小学生の時お父さんに教わりましたはいえー、そしてですねクレベル選手との戦い方の話に戻りますとここでね何回もやってきたものと被りますが本人から聞けたので答えが出たといった感じですかねえー、なので厚 かけて距離を取って打撃、テイクダウンを切る、時折グラウンドになったら岩本選手から教わった技術で逃げると、でスタンドでまたこの繰り返しで判定勝ちを狙うと、ただ、今までの話からすると、クレベル選手はスタミナがあるので、まあ、それがね3ラウンドできるのか、寝技になった時に本当に逃げることができるのか。 クレベル選手からしたら、朝倉未来選手の打撃のみ警戒すればいいので、戦いやすいのではないかなどね、えー、不安要素はあるものの、あとはね、試合をやってのお楽しみって感じですかね。さすがにここから先は神のみぞ知るゾーンというところですかね。まあ、なので今のところのカードだとメインはこの試合になりそうですね。やっぱりね、待ち遠しすぎると。 ちなみにですね、平本蓮選手は、えー、今のね、公開練習の朝倉未来選手の記事をですね、引用リツイートしまして、朝倉未来選手が写真でバーンって出てるものなんですが、それを見て、痩せたたやんとツイートししておりましたこれはさっきのね、いいところは吸収、悪いところはね切り捨てるで考えると、 というところで次のニュースに行きましょう。はい皆さんがね気になっているところだと思うんですが、川名う貴選手のですね川名店長の一、まあ、日のねスケジュールの話ですよ。だって北海シャブシャブ湘南藤沢店で仕事をやりながらしかも店長でで格闘家もやってるってどんなヘビーなねスケジュールなんだって思いますよね。でこれをですね川名う貴選手が今ね会社をやってるのかな。でそこで YouTube をやっててその中での発信ということに、ねえー、なります、えー。まずですね朝起きた 朝食のの準備そして洗濯子供の世話練習してそこから直にお店に行って営業して閉店後に練習を深夜2時3時までやり寝るの4時という日もあると。 で練習は収録で、二部練の日もあるらしくてですね。で、さらにその間にツイッターでね、私たちの相手もしてくれているので、というので、まあ、これはね、まあ、超人認定してもいいんじゃないですか。ミノアマン選手みたいにね、まあ、そろそろマンの、ね、称号をリングネームにつけてもいいんじゃないでしょうか。なので、自身のね、お店では、ラム肉のね、しゃぶしゃぶが名物料理の一つでもありますし、そのね、ラム肉をいつもね、川名店長がスライスしているということなので、 近いうちねラムシャブマンがね爆誕するかもしれませんというね、はい、ニュースでした。あそしてです、ね、八千選手に対してはなんか小賢しいことやってるだけじゃねえかと思うんですよ。 とのことで、まあ、しかしね、どの部分が小ざしいかについては、これはね、予告編でしたので、まあ、ラムシャブマン選手の会社でやってるね、YouTube の URL を概要欄に貼っておきますので、え、いずれです、いずれですね、本編が上がると思いますので、YouTube のね、チャンネル登録をして、心待ちにしておいてください。そしてなんと、藤目グさんなんですが、 コーヒー飲み終わりましたとツイートをしておりました、まあ、なんとお上品なことでしょうとでそしてですねそれに負けじとではないと思うのですが明日の朝もつ鍋食べます朝なら太らないというツイートに対して久米高介選手がですねもつ鍋は飲み物とツイートをしておりましたなぜ同じ飲むなのにもつ鍋だとねお上品感が消えるのでしょうか不思議です そして以前から揉めていた元ディープ王者の長谷川健さん,長谷健さんと元ソフトバンクホークス投手の笠原大我さんです、ね、のラウンド2ですね。 ああれからまままたたたおお人ののやり取りがありとがししでお伝えしていきたいと思いき思すラウンド1の方については過去の、ね、動画の URL を概要欄に、ね、貼り付けておきますので、まあ、気になる方は、ね、そちらからぜひ見てみてください。できっかけはね会ってないようなものなので、まあ、飛ばしたいのですがやはりねこっから見る人にちょっと説明もしなければいけませんので、まあ、ここだけは話しておかないとということで、まあ、簡単に言うとですね笠原さんが、えー、まあ清原さんもおるでと投稿したツイートした。 の画像に実際にはですね清原さんの名前はなくですねそれに対して長谷健さんがいないじゃんとコメントしたことにより「誰お前なんだよザコ」みたいな感じでヒートアップしていったということだと思います。ね 合ってないようなものでしょね。で、その後ですね。その後アメバのね。プロデューサーの方も加わり。じゃあお互いね。リングの上で決着つけようぜみたいな。流れに現在なっているとまあ、こういうわけですね。で、こっから続きになります。まずです。まずですね。長谷健さん、この騒動に対してのことと捉えていいと思いますが、ブロックされて怒ってるやつ。見るとマジ笑うとツイートしました。はい、挑発的になってるんですよね。なぜか急にでそれに対し、一般の方が長谷健さんに対し。 しかも批判してる人はどんどんブロックしてるみたいだし子供みたいと投稿しそれに対し長谷賢さんは「ごめんごめんお前らみたいな気持ち悪いやつら現実にいたら無視するんだからブロックされて当然だろ W」と返信これ W と「草」とね W を「草」って読んでいいのかそれとも本当に漢字で「草」って書く人もいますしちょっとね何て読んでいいのかわかんないんでそのままね「W」っていう風にね読ませてもらいますね。 ちょっとですね、長谷ンさんがジョーカー化してますので、この画像でね、行かせていただきたいと思いますが、えさらにですね、他の一般の方が、逃げんなよ、W。まあ、お前は普通に負けるだろうけど、W とね、投稿し、それに対して、長谷ンさんは、人生の敗北者からありがたいお言葉と返信。<laughs> そして、同じ方からですね、完全にブーメラン刺さってて、草。ここね、ダブルじゃなくて草です。スダリオに失神慶応負け。 やろうな、余裕で、予想できる、W と挑発コメント。それに対して、長谷健さんは、はいはい、お前のこと認知してやったから、早く寝ろよというふうに返信。そしてですね、一息つく間もなく、ですね長谷健さんは本丸である笠原さんに、以前ね、笠原さんと相内誠選手がしていたやり取りを引用リツイートし、玉投げカジノ、ちゃんと体作ってんのかと、それにプラスして、 相打ち誠選手に対してもキック練習してるとあれから数日空いてしまった煽り相手へのケアも忘れずしっかりフォローすると笠原さんはそれに対して「絡みが草」「負け犬の遠吠え」みたいな煽りはいらんわと反応するともはやね前世が噛みつきガメだと思われても仕方のない長谷健さんは「負け犬の遠吠え」に引っかかったみたいで。 お前球団に負けてんじゃんとそれこそね負けじとレスポンス戦力外通告を受けたって意味ですねそれを受けて笠原さんはもう飽きてきたのか今球団は関係ない体絞ったらやろうやとノーマルテンションでの返信 えー、笠原さんの方のツイッターではこれだけで一般の、ね、方とのやり取りも特にないのですがなぜか、ね、スタイルチェンジした長谷健さんのほうはです、ねえー、勢いは、ね、これだけではとどま,まらずにです、ねまあ、野球って知らないけどファンの民度低いよな、民度低いのは笠,笠原ファンかと投稿。 もう結構、香ばしくなってきてますんで大久保選手がね戦ったパントージャ選手ならぬですねパンティージャのね画像にしてちょっとここからはお送りさせていただきます。はいそれでこれに対してね北岡悟選手、えー、もうコメントしておりまして格闘技も来陣と ABEMA の頑張りでいわゆる一般層に波及したらざっくりいったところのファンは増えたけど民度も品性も落ちたじゃないですかそれと同じことかと。 ファンの絶対数が多いとそうなっちゃうのではないかというふうにコメントね、えー、つけておられました。それに対して、長谷けさんは、やばいやつ増えましたもんね。野球ファンは見るに耐えないですし、と返信。このコメントに対しては一般の方が、 この件で長谷川さんをディスってるのはほとんど格闘技ファンでしょう。頼むからもうやめてよ。マジで嫌いになりそうだ。てんてんてんというね、コメントも届いておりました。これはね、この方の心の声のようにね、私は感じましたね。するとですね、怒りに震えた一般の方が長谷堅さんに対して、笠原もてめえもどっちもどっちだよ。 争いは同レベルでしか起きないってねそれと野球ファン敵に回したら大変なことになりますぜファンの規模は格闘技の日ではないのでと投稿長谷健さんの開始は野球ファンは数の圧力で来るんだなという切り返しするとそこに一般の格闘ファンの方が 私も当チャンネルをはじめ当初はね数名の方に声が似ていると言われたことのある笹原さんの画像とともに「笹原ファンは民度高いですよ」と投稿しましたそれに対し長谷健さんは「知ってると返信しておられました」えー、これねまとめてた時点ではここまでで動画アップの時はね今話してこのあとアップですが当然もう少しねやり取りがあるかもしれませんがまああのー。 もういいでしょ。これは。さすがのね、ギャル袖もお腹いっぱいでしょ。もう食べきれないから残すって、ギャル袖も。これはさすがに。で、まあね、私から長谷健さんへ言いたいことは、まあ、笠原と笹原似ているので、うっかりね、笹原さんに、おい、負け犬、シャシャってっとやっちまうぞとかね、まあそういうね、えー、間違いだけはね、なきようにと。それはね、シャレになりませんのに、シャレになりませんのでというところですね。まあただ、思ったのは、長谷ケさんね、怪我の調子もあるのでしょうけど、 まあ大怪我でしたからね、まあ、やっぱ試合が決まって、それにね向,け向けてフラストレーション発散できたら、それが一番いいかなというふうに思いますね。まあ、せっかくね、お2人ともですねディープの元メガトン級王者とソフトバンクホークスのね元プロ野球選手という、私みたいなね一般人から見たら、半端じゃないね看板持ってるので、もうちょっとね大切にしないと、肩書きもったいないお化け出るかなと、まあ、そういうふうに思いますね。そして最後にね、北岡選手がさっきのね一般の方が言ってたこととまあ同じようなことなんですが、 そしてこの件とね関係あるのかは分かりませんが争いは同じレベルでしか起きないとツイートしておりましたちゃんちゃんですねこれはそして昨日お伝えさせていただいた中日2軍門倉コーチの失踪事件 家族にもですね告げず、遠征先の福岡から急に消えてしまったのですが、なんとですね、門倉さんの奥さんの昨日更新したフェイスブックに、ですね門倉さんがいいねを押しているということなのですが、門倉さん、でもね、携帯を家に置いていって、失踪したんですよね。 謎は深まるばかりです。はい。というわけで、こんな感じでやらせていただいておりますので、私のね、この動画をね、見た際にですね、チンピラレベル1みたいな CM がね、流れてきた人はですね、そういう方はですね、高評価を押して、チャンネル登録をしてですね、通知をポチッとオンにして、また聞いてね、コーヒー飲み終わりました。